皆さんこんにちは。女優の奥貫かおるさんが2024年6月3日までにインスタグラムを更新しました。その投稿で出産にまつわる思い出の地で愛息によって撮影された自身の写真を公開しました。奥貫かおるさんは13年前、息子がもうすぐ生まれるという夜、病院に向かう途中に渋谷のスクランブル交差点を通り過ぎたことをふと思い出したと、40歳で第一子を出産した当時を回想しています。タクシーの運転手さんはうーんとうなっている私を見て、きっと少しでも早くとその道を選んでくれたのだろうけれど、痛みでおぼろげな意識の中、なぜにこんな街中を、それより表参道を抜けた方がいいのにと思ったことを覚えていると言います。その時の出来事を振り返り、そこから二晩かかって生まれてきた息子はのんびりマイペースで、私とは持っている時計が違うからわーわーと揉めることもあるけれど、これからも仲良く歩みを進めていかれますようにと思いを綴っていました。また久しぶりに母子二人で出かけたという休日に渋谷スクランブル交差点を訪れ、あの頃とは全く違う、もはやどこの国だかわからないスクランブルで、お母さんこっち向いてと息子が撮ってくれたものと街頭に立った写真をアップしています。また長男が12歳の誕生日を迎えたことを報告し、生まれて間もない頃の顔出し親子ツーショットを公開しています。奥貫かおるさんは、町外は静かな雨が降っていて濡れた緑が綺麗だったことをよく覚えていると書き出し、長男が生まれた日を先ほどのように解雇しています。また退院して家に戻った日は今日と同じようにピカピカのいいお天気だったと振り返り、あの日の世界の眩しさがいつでも私たちの行く先を照らしてくれているような気がすると改めて幸せをかみしめていたようです。公開した写真はおくるみに包まれた長男を奥貫かおるさんが抱っこする親子ショットでした。すっかり成長してもう抱っこして歩けないけれど、心ではいつでもどんな時も抱きしめていますと愛しい我が子にメッセージをしたためました。一時期奥貫かおるさんの息子さんがダウン症ではないかと騒がれたことがありました。旦那さんと小さなお子さんの写真を見たファンからそのような噂が語られるようになったそうです。しかしその噂は全くのデマであり、おそらく高齢出産だったからということが主な理由だと思われます。2023年8月18日に息子のピアノの発表会があったと報告しています。また同時期に奥貫かおるさんと息子さんはヨーロッパ旅行に行き、本場の音楽に触れていたことを伝えています。息子さんがピアノをやっていたことからこの地を旅行地に選んだのでしょう。中学生、高校生、大学生になる頃には音楽留学するかもしれません。ハイカラビデオ。奥貫かおるさんは1970年11月22日生まれで、2024年時点での年齢が54歳となります。現在奥貫かおるさんが若い頃と変わらない美貌を維持していることに注目が集まっています。若い頃の写真を見てみると、元乃木坂46の生田絵梨花さんに似ているとの声が上がっていました。両頬にあるえくぼがチャームポイントのようです。奥貫かおるさんが芸能界デビューしたのは1988年でした。当時は女優ではなくアイドルとしてのデビューだったことをご存知でしょうか。福山雅治さんや桑田佳祐さんなどの大物アーティストが所属している芸能事務所アミューズが実施しているアミューズ10ムービーズオーディションに合格し、9人組の女性アイドルグループゲンジェルスのメンバーとして芸能界に入りました。当時の愛称はオクチンだったそうです。アイドルとしてデビューした翌年の1989年には KDDI の CM に出演し、大人な女性を演じたことで話題となりました。ここまでのアイドルのイメージとは一転し、18歳ながらも女優の片鱗を感じさせるような演技っぷりに注目が集まったのです。その後しばらくの間芸能活動のペースが落ちた時期もありましたが、1996年26歳の時に出演したクロレッツの CM では、衰えない美貌と大人の魅力で視聴者の目を虜にしていました。その後は皆さんもご存知の通り、数々のドラマや映画に出演し、現在は映画やドラマの仕事に加えて舞台にも出演するなど、多方面での活動を継続しています。2024年時点での年齢は54歳。
一般的には肌の衰えや体型の変化などが見え始める年齢に差し掛かっているのですが、奥貫薫さんは若い頃と比べて見劣りしない美貌と体型を維持しています。奥貫薫さんの美貌を語る上で欠かせないのが美肌です。もともと若い頃から色白だった奥貫薫さんですが、50代になった今も肌のくすみやたるみが一切なく、透明感とツヤのある白い肌がとても印象的です。同年代の女性と写っている画像からもはっきりとわかりますが、根元の小じわがありませんので、アラフィフであっても衰えは一切感じられません。奥貫薫さんは2009年3月に11歳年下の男性と結婚しました。当時の奥貫薫さんの年齢は39歳でした。お相手の男性は小木戸利光さんで、2007年に公開された映画実録連合赤軍浅間山荘への道、俳優業の傍らで音楽活動も並行して行い、平和教育の普及を目的とした団体であるシアター・フォー・ピース・アンド・コンフリクト・リゾルーションの代表としての顔も持ち、東京大学や早稲田大学、慶応義塾大学といった名だたる大学や国連での講義歴もあります。ハイカラビデオ。そんな小木戸利光さんと結婚してから約2年後経過した2011年5月29日に、奥貫薫さんは長男を出産しました。お子さんを含めて家族のことはあまり公にしていない奥貫薫さんですが、お子さんとのツーショットを収めた先ほどのインスタ画像は話題となりました。出産当時の奥貫薫さんの年齢は40歳、2日間陣痛に見舞われるという難産だったことから、無事に息子さんが生まれてきてくれたことに対して感慨もひとしおだったようです。まさに手塩にかけて育てているという印象で、インスタグラムからも時折その様子をうかがい知ることができるような投稿もあったのですが、旦那さんに関する情報は皆無でした。もちろんお子さんの情報だけをインスタグラムに上げている芸能人はたくさんいます。奥貫薫さんもその一人かと思いきや、2020年11月21日のインスタで2020年春に小木戸利光さんと離婚したことを発表しました。離婚する夫婦には様々なケースや形がありますが、奥貫薫さんの場合は夫婦がお互いに協議を重ねた上での判断だったため、特にこれといったトラブルもなくスムーズに離婚が成立しました。離婚した2020年時点での年齢は50歳、まだまだ再婚する可能性も十分にありますが、現時点では独身で息子さんと一緒に過ごす日々を大切にされています。奥貫薫さんがアラフィフになっても全くと言っても良いほど衰えない美貌を維持する秘訣は何なのでしょうか。奥貫薫さんのインスタをたどってみると、50代に突入する前あたりから定期的にジムに通っていることが分かりました。専属トレーナーの下で器具を扱った筋力トレーニングやヨガにピラティスなどの有酸素運動を組み合わせることで、基礎代謝が高く太りにくい体づくりをしています。また食事面ではできる限り食べたいものを我慢しないをモットーに、特にこれといった食事制限を設けることなく、食べたい時に食べたいものを食べるという生活を続けています。食べることがある意味ストレス発散にもなっているようで、仕事仲間だけではなく気心の知れた人たちと一緒に食卓を囲むことが楽しみのようです。いかがだったでしょうか。今回は奥貫薫さんについて近況を中心に見てきました。そして前述に加えてストレスをためないことも美貌を維持する大切な要素となっています。見た目とは裏腹に奥貫薫さんはアクティブで、最近の趣味はサイクリングです。行きたい場所に自転車で訪問しては、行き先で綺麗な花を見たり、美味しいものを食べたり、好きな音楽を聴いたりすることで、日常生活で生じた嫌なことをスカッと忘れるように心がけているため、ストレスを翌日に持ち越すことはほとんどないとのことです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。